小倉水族研究所さんに行った時にね、ちょっとおすすめの、商品を教えてもらいましたので、ちょっと今日使ってみようと思います。もうすでにね、金魚の人は使ってるかもしれないですけど、下が何もしかない、状態だとね、使いやすいということで、水柵の下にね、下からゴミを吸い込んで、ゴミを貯めるという、商品のようです。とりあえずちょっと僕んちも設置するんですけど、動画の後半はね、小倉さんのところで使っているやつを、こんな感じでゴミが取れてるよっていうものを、なんですか、紹介動画になりますんで、まあ、とりあえずうちでも使ってみようと思います。すごい良さそうな商品なんでね、特にそこがね、うんちが溜まりやすいカメだったり金魚にすごい使いやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっと試してみようかなと思います。では取り付けてみます。今はね、3個、スポンジフィルターをつけてるんですけど、かなりね汚れてしまっているので、これはちょうどいいんじゃないかなと。でこのセットになっているやつだとね、もうすでにここにホース、エアポンプをねつなぐだけになってますんで、まあ、この状態で買ってくるとすぐ使えるのかなと思います。ちょっと今回はね、隣の一軍じゃない方に使ってみようかと思いますんで、1個の、これでかい、どれだ、これもでかい、これかな、コードを外してここに刺してね、使ってみようと思います。今まで使ってたやつはね、ちょっと汚いですけどね、外して、おお、言ってた、水が入りきってないですね。勢いよくね、水を吸い上げていますのでこれで下にどれぐらい溜まるのか、そしてうちねもう明日ね、かなり綺麗になってたら素晴らしい商品ですよね。ちなみに後半の動画に載っているね、使い方を見てもらうと、これだけ汚れが取れるんだねっていうのが、よくわかると思います。ちょうど小倉さんのところに来てたお客さんもね、使ってますってことだったんで、使い勝手は非常にいいのかと思われますので、ぜひ気になる方はね、お試しください。後半の動画でね、実際その糞が取れている状況をお伝えしますので、ぜひちょっとそちらを見てね、やってみてください。ちなみに今かなり汚れていて、こっちはアルビノのこう稚魚と、あとは江戸川五色とかね、あと引き間さんの炭系、リンリンのね炭系のアキンとかね、あとうちでたまたま生まれたサラサワキンの子供がちょろちょろと入ったり、柳デメキのアルビノがいたりするところなんですけどね、まあ、餌をバンバンやっているんで、どうしてもねすぐ汚れてしまうということで、かなり広めのところで飼ってるっていうのがね、ちょっと泳がせたいなっていうことも含めてあったんでね、やっています。本当はね、でこっちで効果が得られたらね、こっち側の一軍として僕が今扱っている一軍船尾水槽、まあ、アルビノ操業がいるんで、まあ、何が一軍なのかって話になってしまうかと思いますけど、ここもね結構下に餌がね溜まったりするんで、使い勝手は良さそうなのかなと。まあ、とりあえず今日は1個しかないんでね、ちょっと気になる方に先に、こっちの方が気になるんでね、使ってみようかなということでやってみています。ここも餌の量が尋常じゃないんでね、アルビノの、サバオの、ね、魚もかなり大きくなっています。まあ、それぐらいね、成長がいいんで、そしてこっちもね、下がかなり汚くなる和金水槽、ただここはちょっと網でね、魚が全然今見えないと思うんですけど、ここにもね、いずれつけたいな。ただちょっと水位が高めになるので、ここは浅いからね、水位をしっかり取らないといけないのかなと思います。まあ、いろいろ使い方はあるのかなと思うんですけど、かなり下のね、溜まる糞を取ってくれるっていうのはすごいいいんじゃないかなと。そこはね、結構やっぱりフラワーとかを使って解決しようと思ってたんですけど、フラワーじゃなくてね、これで糞がね取れるっていうことだと思いますんで、ぜひぜひ気になる方はお試しください。では後半動画というか、まあ、小倉さんのところで実際使用していたね、
なんだっけ、名前がダストラップ、水作8コアにしか入らないんですけど、水作8コアにダストラップをつけるか、水作8コアとダストラップの、ね、セットの商品がありますの でこちらの、使用状況をちょっと小倉さんのところで撮ってきた動画で見ていただければと思います。では、そちらの動画に飛びます。ここにフィルターがあるんですか。あ、下はない、うん、あ、これ全部もうじゃうんこだけですか。おー、結構溜まるんですね。やりすぎだ、ね、まあ、こうヘドロ型を。あ、ほんとだ。でもこの下は全くないですもんね。綺麗でしょ。うん、確かに。あ、こういう使い方ができるんですね。これいいっすね。そうだ、ほんとフラワーを使ってる人がよく話を聞いてたんですけど、うん、あれもね、はい、後ろに溜まるから掃除するときはあそこだけで汚れるから嫌だって言って、はい、さらにそこの進化したのはこれなんですね。そう、これは、はい、ちょっとこんなにちょっと溜まりすぎちゃった。溜まりすぎなんだけど、はい、めんどくせえからって意外とこれがいいんじゃねえかなと思ってんだよね。あ、いいっていうのは水作りに。あ、逆に、うん、汚れがこの中にね、バクテリアいっぱいいるかなと思ってんだよ。その辺はちょっとまだ何とも言えない、検証しないと。はい、まあそうですよね。ただこれぐらい取れるってことですね。これはちょっとね、もうちょっと早く取ってほしい。いや、でも動画にするのにちょうどよかったかもしれないです。すごいですよ、ほら。すごいですね。こんな取れるんだ。うん、とにかく入るんですよ、はい。これはいい商品ですね。いい商品だと思うんだけどね。うん、ちょっと使わせていただきますんで。水先じゃないとできない、はい、できないんで。はまらないってことですよね、うん。ダストラップだけで売ってるやつと、水作エイトと一緒にくっついてるやつがあるってことですね。うん、そうそう、前最初これ買った人はこれだけ。はい、ただ前のエイトだとこれはまらないんですよ。はい、あ、前のエイトダメなんですか。うん、新しいエイト。コアになっ。あ、コアじゃないと。コアじゃないとはまらないですね。前のエイトはここに突起があるから。はい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 。コアになったからこれができた。はい、これが、あ、ちょっといいですか、取って。これが S か、これか、これが、はい、下だけですね。だコアを持ってる人はこれを使ってやればいい。で、コアはこれか。これが M のコアですね。大変勉強になりました。それでね、売れてるのはやっぱセットが売れてるっていう。あ、まあまあセットの方がそうですよね。なんだかね。うん、新しく買っちゃった方がいいやっていう人が多いんでしょうね。そうかもしれないし、うん、ぜひ小倉水素研究所さんで売ってますんで。俺のとこ住んでしまったら、はい、水作の商品いっぱい売れればいい、はい、あ、そうですよね。でも絶対いいですよね、これ。いや、絶対いいっすよ、うん、もう一度使ったら、ね、はい、何かでも欲しくなる。まあ確かに分かる気がします。ありがとうございます。